どうも、チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。リンリンパラレルのリントです。はい、どうも。はい、ということで、今日はね、自己紹介をちょっとしっかりめにやっていこうかなと思います。以前、マシュマロの方で、いろいろ、質問だったりを募集させていただいていたんですけども、結構な量が溜まってきていて、それもねやっていこうかなと思います。今日はね効果音だったりもしっかりつけてやっていこうかなと思います。なのでこんな感じでシャキーンシャキーン変身シャキーンみたいな感じでねちょっとうるさいっていうね、はい、っていう形で今日はやっていこうかなと思います。で、まあ、こんな前置きはさておきなんですけれども、まあ、今日はそのマシュマロで募集していたものが結構いい感じで、本当に数がてか思ってたより来てて、なのでそれを答えていこうかなと思います。はい。で、まあ、質問しやすいように軽く並べ替えとかもしたんですよ。で、ひとまずはこういう風にやっていこうかなとか、こういうのちょっと答えていこうかなっていうのではあったんですけども、まあ、なんかこっちの手がブラブラするね。大丈夫かな。ほっ、大丈夫そうだね。で、そういうのをちょっと答えていこうかなと思っているんですけども、で、まあ、並べ替えをしてちょっと答えやすいようにさせていただきました。はい。で、確認したのよ。その本当は今この撮ってる動画の前に、これねの前に1本動画を撮ってまして、それが本来は質問に答える用の動画だったわけなんですよ。で、まあ、流れとしてはバーチャルキャストでブラウザを開けるので、バーチャルキャストでブラウザを開きながら質問を見てそれに答えてこうっていう感じにしてたんですけども、するとびっくりする数来てて、一旦その動画をやめましたなのでその時に撮ってある動画もあるので、そちらの方一旦ご覧いただければと思います。ではご覧ください。はい、どうもー、リントでーす。はい、今日はマシュマロに、ちょこちょこ質問が届いてきたので、そちらの方をね、答えていこうのコーナーです。で、バーチャルキャスト少しテストをしながら、今日はね、バーチャルキャストを使いながら、こんな感じで、ここのところにブラウザを移せるようになったので、ブラウザを使いながら、ちょっとやってみようかなと思います。はい。では、よいしょ。ログイン。あ、これスクロールできないのか。よいしょ。よし、ログイン。え？マジっすか。え？ちょっと待って。ほっ。え？36来てますね。どうしよう。サクッとやっていくつもりだったんですよ。で、答えとかも来てる質問とか確認してなくてえちょっと待ってどうしよっかな。マジか。思ってたよりいっぱい来てるので、そんなに来てると思ってなくって、特に確認しなくて、まあ2桁は超えたなーって思ってたんですけど、こんなに来てるとは思ってなかったので、どうしよっかな。本当はサクッと答えていくつもりだったんですけども、せっかくなんでちゃんと答えていきたいなと思うので、どうしよっかな。うん、ちゃんとやっていこうと思うので、ちょっと別でちゃんと撮ります。ちょっと画像だったりを準備して、そっちの方で答えながらちょっとやっていこうかなと
思います。ちょっとやり方変えるのでちょっと編集とかにお時間いただくと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、っていう感じですね。ちょっと準備してきます。みんなありがとうね、こんなに来ると思ってなかった、はい、どうでしたかね。こんな感じだったんですよ。ちょっとねびっくりしてて、ほんとサクッと自己紹介と質問を答えれるくらいだと思ってたんですけども、本当にねびっくりしたんですね。なのでちょっと整理をしてから行うことにいたしました。あと重複してるのとかもあったので、そのあたりもねこうひとまとめにしながらやっていこうかなと思います。はい、ということで今回は自己紹介編になります。でもう一個は質問に答えてみた編という形で、撮影していこうかなと思います。ということで、じゃあどうしようかな、この辺に、じゃあ今この辺にスライドショーでも出しますか。ほっ、はい、ということでこちらの方にスライドショーを出させていただきました。はい、なのでこちらの方に答えながら進めていこうかなと思います。はい、でちょっとマウス等もいじりながらなので、こっちのお手ではお留守になりますがお許しください。はい、ということでまずはこの質問から答えていきましょう。リントさんの成り立ちはということで、成り立ちはもともとドラゴンクエストのドレスアップっていうものを見てもらおうと思ってまず YouTube を始めました。まあなので YouTube の成り立ちっていうところ、 YouTube を始めた成り立ちって形ですね。で YouTube を始めました。でドラゴンクエスト10のオンラインのやつにはドレスアップって言って衣装を変えることができるんです。でそれをこうハマっちゃっていろいろやってたので、それを見てもらおうと思って始めたのがきっかけです。そして VTuber になったきっかけで言うと、もともとそのドラクエ10の中で自分のキャラクターがこんな感じなんですよ。でどうしようかな、この辺にリントちゃん出しておきますね。ドラクエのリントちゃん、もう手ブレブレだな、大丈夫かな。ドラクエのリントちゃんをこの辺に出しておきますね。で、このリントちゃんを最初自作フィギュアを作ったんです。じゃあ自作フィギュアを一旦この辺にちょっとだけ動画とか画像とかをチラッと出しておきますね。で、その自作フィギュアを作って、そして気づいた時には V カツっていうものを見つけて、気づいたらこの子が出来上がっていたという感じですね。では簡単に名前などの由来だったりも一緒にお話しさせてください。名前の由来に関しては、リントの名前の由来は私が愛してやまないアーティスト朝木という人がいるんですけれども、その朝木さんの楽曲赤い鈴という曲よりリンという、鈴の部分ですね、リンという部分をいただき、本名の最後から持ってきてくっつけてリントとなりました。で赤い鈴っていう曲ね聴いてもらうといいんですけど、途中にリンリンリンっていう歌詞が入ってるんですよ。そこがすごい好きでっていうところですね。でこのハンドルね、まあ、使い始めても10年近く経ちますかね。で次にチャンネル名だけ簡単に、チャンネル名はリンリンパラレルで、名前の由来は、まあ、一個のジャンルではなくっていろんなことに挑戦したいなと思ったので、いろんなことというのをパラレルワールドなどにも用いられる、パラレルを取って名前のリンをかけるにしてつけています。まあ、年齢とかはツイッター見ちゃったらわかるんですけど、このキャラクターはこのキャラクターリントは18歳以上24歳ぐらいなんじゃない、なんか23とかかな、わかんないけどね。はい、っていう感じですね。まあ簡単にリントの成り立ちとしてはそのような形になります。まあ名前の由来とチャンネル名の由来と
YouTube を始めたきっかけっていうところですかね。あと VTuber になったきっかけっていうところですかね。はい、では次いきましょう。ご趣味は、そしてね結構これ系が多くて、趣味はとか何でもいいらしいから、趣味何、あれですね、あの質問くれるの何でもいいよって言ってたので、それに対してってことだと思うんですけど、はい、ということで、趣味に関しては上げてる動画がほぼほぼ趣味ですね。でコレクションしたりゲームしたり、ゲーム内で衣装替え、さっき言ったドレアです、ドレスアップですね、まあ略してドレアって言うんですけど、だったり、あとは、まあ、自作フィギュアで着せ替えして遊んでたりとかっていうところですね。で軽くチャンネルで取り上げているものをお話しすると、まあ、ゲームとしてはドラゴンクエスト、あとはポケモン、あと私はメトロイドが好きですね。メトロイドの動画とかも上げていきたいかなって感じですかね。まあ、ゲームのメインタイトルとしてその辺かな。あとはスマホゲームをラフにやってたりとか、あとはそうですね、スマホゲームだとプロジェクト東京ドールズ、あとシャドーバース、プリンセスコネクトリライブ、アビスホライゾンあたりかな。で、あとはカードゲームですかね、遊戯王、ポケモンカード、あとはそうですね、カンコレアーケードとかもやってますかね。で、あとはまあ自作フィギュアを一時期作ってたりっていうのもありました。あとはそうですね、まあ、自作フィギュアね、リントちゃんが完成しちゃったので満足しちゃったよっていう状態ですかね。あとは仮面ライダーグッズをコレクションしたりかな。まあ、音楽的な部分でいくと好きなアーティストは朝木さんですかね。メジャーなどもそこそこ聴きます。ポルノグラフィティやバックナンバー、あとはスガシカオ、星野源などですかね。まあ、チャンネルのお話になってしまうんですが、面白そうなことはいろいろやってみようかなと思っています。まあ、よく YouTuber がやっているような企画だったりとか、あとはね、いろんな人たちがやってるようなものをちょっと真似てみたりってことしても、まあ、幾分一人でやってるチャンネルなので、友人の協力だったりとかゲストコラボっていうのが必須ですけど、例えばゲーセンでどれぐらい撮れたのかとか、24時間企画とか、あと流行りに乗っかってみたりとかですかね。まあ、コラボに関しては基本的にウェルカムです。いくらでも来てください。一緒に何か動画撮れればなって思います。楽しくやりたいですね。はい。で、まあ、やりたいこと多すぎっていう、やりたいこと多すぎ問題なんだけど、あとは基本的に生放送とかゲーム実況とか、リント日記みたいな感じの動画で上げていこうかと。まあ、ただ趣味に関しては基本的に動画になってるものが、ほぼほぼ趣味ですね。なので、そんな感じです。はい。じゃあ次に行きましょう。好きなライダーはということで、好きなライダーは1番は仮面ライダー王者です。なので王者大好きですね。こうカードデッキを掲げてこうやってね、手だるそうにして変身っていう感じですね。はい。あとは主人公も割と好きなんですけども、仮面ライダーディケード、あとはレーザー、オーズも好きかな。うん、まあ、この辺が、まあ、同じくらいかな。ディケード、レーザー、オーズが。嫌いなライダーは特にいないですかね。悪役も結構好きですね。はい、というところです。はい、では、次。好きなポケモンは何ですか？どのポケモン好きなんですか？あ、ポケモン好きなんですね。どのポケモン好きなんですか？私は可愛い系の伝説のポケモンが大好きです。で、うわ、また手がおかしくなってるよ。なんか手がちょいちょいおかしくなるね。よいしょ。可愛い系の伝説が好きですね。で、ジラーチ、ミュー、シェイミあたりが好きですかね。あとはミミロップとかスターミー、ミロカロス、ムーマージ、
サーナイとニンフィア、ミミッキュ、その辺が好きかなっていう存在ですかね。結構可愛い系が好きですね、ポケモンは。はい、では次に行ってみましょう。はい、特技教えて。特技ってほどの特技はないんですけども、パソコンとドラムは得意な方なんじゃないかなと。ドラムに関しては高校の時に吹奏楽部に入っていて、パーカッションをやらせていただいてました。でその時にバンドを少し組んだりをしてドラムをやったりって感じですかね。なので一応特技かな。一応実家にも電子ドラムがあります。まあ、実家にっていうかお父ちゃんに貸してそのまんまって感じですね。はい、では次いきましょう。ほっ、好きなもの何。好きなものね、ジャンル広いけど基本的に面白いことが好きです。なのでどんなことでも基本的には好きですかね。人を笑顔にできる面白いことが好きですね。見る分にはいいけど、なんか迷惑をかけるような面白いことっていうのは私は好きではないですかね。っていうところですかね。ちょっとこっちの手がたまにブレますね。よいしょ。よいしょ。はい、っていうところですかね。では次、好きな飲み物は。好きな飲み物は、レッドブル、カルピス、紅茶かな。レッドブルはね、病気なぐらい飲んでる気がする。紅茶は気が向いた時に飲んでるんですけど落ち着くよね。あとカルピスは普通に好き、濃いめのが好きってところですかね。はい、では次、お寿司と焼肉どっち派。お肉、お肉ですね。焼肉派です。はい、では次、ラーメン好き。大好きですね。大好きです。ラーメンはね、白樺山荘の味噌ラーメンが好きですね。はい、では次、仕事好き。今の仕事はね嫌いじゃないけど好きでもないかな。別に好きで仕事はしてないな。今の仕事はこの仕事が好きだからって言って仕事頑張ってるっていうよりはその仕事しか今ないっていう状況かな。なので仕事は好きではないかな。嫌いじゃないけどねっていうところですかね。はい、では次、お住まいは。お住まいは、試されすぎて大地、北海道です。はい、まあ先日の動画を見てくださってると分かりますけど、ね、台風がやべえとか地震がやべえとかね言っている北海道です。はい、では次、休日何しているか。休日何して、休日は好きな動画をかけながら動画を撮ったり、あとはゆっくりお風呂に入ったりかな。あとはお昼ね、寝るのが好きです。はい、では次、楽しみにしてるゲームある。スマブラスペシャル、めっちゃ楽しみ。絶対楽しいじゃん。もうね、スマブラスペシャルは超楽しみ。お元気してる。はい、では次、ハリネズミめちゃかわーということで、かわいいよね、ハリネズミかわいいよね。うちの子みーちゃんっていう、みーちょんね、みーちょんって言うんですけど、みーちょんめっちゃかわいいよね。なんか手がブレブレー、大丈夫かな。みーちょんめっちゃかわいい、みーちょん超かわいい、いいよね。はい、では次、動画を見ていると明るい感じなんですが、どうしてそんなに明るいんですか。ただのアホなんです。
暗いよりも明るい方が良くない？で、なんだろうね、ネガティブに考えるよりはなんかね、ポジティブの方が良くない？あとネガティブにこう悲しいことこうね、悲しいなと思いながら考えてても堂々巡りするじゃん。で一周して戻ってくるじゃん、そこにこう、こう一周してつくるーっと戻ってきて、結局堂々巡りしてる状態でいい方向にはいかないから、アホなくらい明るい方がいいんじゃないかって感じですかね。はい、じゃあ次、寝る時の格好はどんなの？ネグリジェかななんてね。最近はスウェットかな、かあとジャージかな。でも一時期はパジャマだったかな。ただパジャマも可愛いデザインのものとかがなくって、気に入るものとか気に入る生地のものとかがなくって、今はジャージかスウェットっていうところですかね。はい、では次。はい、大体のお風呂の時間、就寝時刻、起床時刻を教えてください。これ多分テンプレートから持ってきたやつだよね、多分ね。まあテンプレートからでもね、持ってきてコメントくれるだけ嬉しいです、ありがとうございます。なんかこれ見たことあるもんで、お風呂の時間何時に入るかっていうところだけでいくと決まってない。朝入ったり夜入ったりする。あとはね、お風呂はゆっくり入りたい派なので、30分から1時間ぐらいは入ってることが多いです。お風呂で動画を見ちゃうんだよね、それが悪いんだけどなんだけど、お風呂で動画を見ることが多くってゆっくり入ってますね。30分から1時間ぐらいで、お風呂じゃなくて就寝時刻は夜中の12時から2時ぐらいの間が多いですかね。で朝はだいたい7時から8時くらいには起きてると思います。はい、ということで今回は、まあ、こんな感じで、ちょっと質問を取らせていただいて、自己紹介寄りのものをね、取り揃えさせていただきました。で、次回は質問に答えていく系でやっていきますので、よろしくお願いします。はい、こんな感じのね、動画で、撮らせていただきましたけども、次回もこんな感じで、動画撮りながら進めていこうと思っていますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。